はい、今日はですね、クルーズマニアックサウンド、SEC、NBB1994、ご紹介いたします。まあ、SEC シリーズ過去にもですね、さまざまなスタイルでその時の、まあ、仕様で、制作はされ続けておりますけれども、今回はあの NBB1994 ということなので、1994年、その当時のですね仕様で、上がってきたのがこの新商品の、NBB1994 ございます。なぜ1994かと申しますとですね、ちょっとこのよいしょ、ここだ DVD が、ちょっと出ておりますけれども、まあ、ナッティングバッツ・ブルースという NBB は、ナッティングバッツ・ブルースなんですけれども、これ1994年のフィルマーでのライブなんですね。これちょっと見るとここにですね、ちょっと写真が写っております。まあまあ、この時のですね、音がですね非常にやっぱりこう見直すとですね良いと、いうことで、ちょっとこの仕様で制作されたのが今回のギターでございます。ポイントはですねピックアップです。ピックアップにレーセンサーのゴールドを使っております。最近ちょっとあんまり見なくなったかなっていう感じはあるんですけども、この当時、レーセンサーのゴールドを、使っております。このピックアップのですね、良さも相まってですね、このミッドブースターのバランス、非常に、今の時代ですねかえっていいんじゃないかと思います。90年代の時聞いた時とちょっと印象もまた違うかもしれませんけれども、今改めて弾くとですね、かなり使い勝手のいい、ノイズも少ないですし、良いマイクなんじゃないかなと思います。まあ、ボリューム、コントロールに関しましてはボリュームと、こちらの TBX を変えるですね。で、センタークリックついておりますので、まあ、ローカットハイカットできる、まあ、EQ とプラス、オリジナルのミッドブースターと、いう仕様になってます。ミッドブースターに関してはアクティブなものですから、バックのここでは見えないですけど、このパネル内にバッテリーが内蔵されております。ちょっと、音の方をですね、聞いていただければなと思います。これにちょっとミッドブーストを、上げていきます。で、TBX サイドで少しこうローカットの方に寄せていきます。結構ミッドブースト、聞きます。ロングサスティーンというかロングトーン、シングルのトーンからですね、ちょっとハンバッキングの、結構太いですね、サウンドまで手元で、コントロールできてですね、サウンドメイキングが結構多彩な、ギターです。でもその他のスペックに関しましては、SEC、の、まあ、ネックグリッパーの V シェイプソフト V、これですね、比較的 V に近いんですけれども、ここ親指を、シェイクハンドでやっぱり、使う人にはこうカッと握りやすい、シェイプになっております。でサテンフィニッシュのこの、まあ、手触りのいい、仕上げになっております。でペグの方はですね、ブラスポストを、使っているキーストーンデラックスを、採用しておりますので、まあ、その分でのちょっと排気とかですね、低域のやっぱり、音のレンジが、若干ノーマルのものとは違う、ところも相まってですね、結構ブーストを上げててもですね、上の方も綺麗に出ますし、まあ、低音の方も、しっかり、出てくるという、仕上がりになっております。まあ、29年も本当約30年経った、後でもですね、こうやって見返して、まあ、聞き返すとですね、まあ、色あせないそのトーンというのがですね、この DVD で聞けると、まあ、この音はやっぱりぜひ皆さんに、聞いてもらいたい、弾いてもらいたいっ
その思いもありましてですね、今回、こういう形で、完成いたしました。ぜひこのギター弾いていただければなと思います。